エヴァ・ゴンザレスはフランスの印象派の画家。パリ生まれ。父方はスペインにルーツを持つモナコのブルジョワ家系である。母はベルギー人音楽家。16歳から美術を学び始めた。当時公立の美術学校は女性の入学を認めていなかったのでパリで女性のための絵画教室を開いていた。シャルル・シャプランに学んだ。1869年にスタジオを開き、 ベルギー出身の画家、アルフレッド・ステバンスに紹介されて、エドゥアール・マネの弟子になった。この頃、マネによるゴンザレスの肖像画が描かれた。1870年からサロン・ド・パリに作品を出展するようになる。マネと同じように印象派展に参加したことはないが、そのスタイルから印象派の一人に数えられている。エヴァは、マネのただ一人の生徒であった。また、 彼女は印象派の画家たちのためにモデルを務めることも多くあった。不屈戦争の間はディエップに移る。エヴァはヘンリー・ガラドと結婚し、夫と自分の妹をモデルに多くの作品を残した。エヴァは出産時に34歳で死去したが、それは死であった真似の死の6日後のことであった。ありがとうございます。